今日はですね、ここ若松の青山カートウェアの方にですね、やってきてるわけですけども、今日は桜北九州、ジムカーナということでですね、我々2人がですね、今日は久しぶりのですね出場ということで、頑張っていきたいです。まず篠田さんの方からですね、出走前のですね抱負を聞いてみたいと思います。どうですか今日は。そうですね、ちょっと長いことブランクがありますからどうか分かりませんけど、全力で頑張りたいと思いますね。といったことですね。で、私の方はですね、今年からですね、F1 の方はですね、下級圧がですね、4バールから 2.5 バールに制限されて、全然関係ないことを言っておりますけどね。ですね、今日台数が多いですからね、レースだけでも50何台かですね、集まっているということですからね、なんとかですね、半分より上ぐらいは狙ってですね、頑張っていきたいと思います。はい、ではそんな感じです。では本部の方どうぞ。次の選手、ゼッケン33番中村亮太選手、RS 北九 MR2 です。さあ同じ MR2 で、どのくらいのタイムが出るでしょうか。期待したいものです。
受けました。タイムは、1分41秒84です。41秒84。39番、森崎勝彦選手です。シビック SI にてエントリーです。ただいまスタートいたしました。コーナーを抜けてストレートに入ってきました。ただいま結果を受けました。森崎選手1分38秒61が出ました。第2位のタイムが出ました。森崎選手良かったですね。51番、原俊平選手です。スタートしました。原俊平選手、この選手、宮崎からのエントリーです。
ないですね。Thank you.
ッケン33番中村亮太選手、RS 北九 MRC です。レーシング MR2 がなかなかいいタイムを出しますもので、こちらもかなり、素晴らしい走りをしております。9メルタイム、マイクロアメルタイムに1分39秒20が出ております。1分39秒20でした。元ダートラをやっておりました関係上、口煙を上げるのは好きです。1コーナーあたりの方は気をつけていただきたいものです。さあ2周目のラップが出ます。2周目のラップタイム28秒96です。28秒96。残念ながら口煙は上がりませんでした。上がった煙です。中村選手頑張ってください。中村選手 MR2 どこまでタイムを縮めることができるか。結果を受けます。タイムは1分39秒01 1分39秒01です。先ほどのタイムより若干良くなりました。さあ次は、女性選手です。先ほどのタイムより、約1秒短縮となりました。次ゼッケン37番、前田和久選手です。シビック SI です。サイド登場の前田和久選手、タイムは1分41秒84。この1分41秒84をどれだけ縮めることができるか。この前田選手は、シビックを見ると潰してしまいたくなる性格のようで、かなり危ないトライになっております。2トライ目大丈夫でしょうか。大丈夫のようです。前田選手頑張ってください。前田選手、最初から回ってストレートです。タイムは51秒22です。1分51秒22。ゼッケン38番、篠田智章選手です。ゼッケン38番、篠田1周目惜しくも1コースしてしまいました。1周目に期待したいです。この選手は、元佐賀大学の指導者部に、おりました選手です。
走を見せております。篠田選手、わずか20秒。なかなかいいタイムが出ました。1分37秒91が出ました。次の選手は、森崎勝彦選手です。ゼッケン39番、森崎勝彦選手です。スリック SIシビック SI に乗ります森崎選手です。1分38秒61、なかなかの好タイムを出しておりましたが、2本目それをどこまで進めることができるんでしょうか。1分38秒02です。次の選手、ゼッケン41番です。41番、横尾哲也選手です。1分46秒86。次の選手、ゼッケン42番、森川博選手、縦一タイヤ、縦一タイヤ選手、1分33秒75を出しております。1分33秒75を出しております。現在までこの選手の、タイムを、ゼッケン42番、森川選手、1度目の、タイムをどれだけ進めることができるか。森川選手、今チェッカーを受けました。
タイムは1分33秒88、1分33秒88、ワンプライムタイム1分33秒75にはわずかに及びませんでしたが、これも素晴らしいタイムです。ただいまの第1位は森川博之選手です。ゼッケン8番ですね。ゼッケン8番をつけております。三輪正幸選手です。
1分43秒77。しかし、ワントライン目のタイム、27秒52があります。27秒52。これで、27秒というタイムが控えております。次。北九州事務からですね、それではこのレース結果を、ピットレポーターの中村さんにお願いします。中村さん。はい、ピットレポーターの中村です。本日、桜北九州事務からの、4月17日に行われました大会です。今日本日 A2 クラス第3位篠田智明選手、まあ周囲の期待というか、森崎さんの期待を裏切ることなく第3位に入ってしまいました。そこで篠田選手どうぞ。ブレード横になった。そして、第4位に入られました森崎元彦選手でしたね。一周入ってたくらい。今日どうでしたか。もう帰れないかなと思ってましたけど、今から1分ほどのうちに、表彰式を始めたいと思いますので、篠田選手コントロールタワー前にお願いいたします。参加者皆様に焦点ございますので、皆様お帰りにならずに、本部席前の方へ、集合をお願いいたします。4位から10位まで全部一緒ですからね。もう3位。16時45分より何でも一緒っちゅう表彰式を開始したいと思います。よろしくお願いします。そういうことでした。そうですね、今回豪華なトロフィー、そして、今日1部3位までは美女からトロフィーが届けられますので、その辺も参加者の方へお願いいたします。ただいまより本部席前におきまして表彰式をいたしますので、前の方に皆様全員豪快な試合を見せていただきました。総合第1位の藤井秀隆選手、拍手をお願いいたします。それと、第2位のゼッケン7番阿部隆選手、そして、第3位総合第3位、山口誠選手、富士レーシングサニー、タイム1分30秒31、失礼いたしました。それじゃ あのレスクイーンよりお願いします。総合1位より、旅行タイヤショップより、大カップでございます。立派なカップでございます。おめでとうございます。総合第1の藤井選手です。そして総合第2の、阿部隆選手でございます。総合第3山口誠選手でございます。それとあれあげてください。あれチップスターやな、リッツを各選手に、総合1、2、3位の各選手へリッツクラッカーをお願いいたします。この駄菓子の商店は、私ども富士レーシングショップのジムカーナーに見習いまして、使っております。それはクラス別行こうか。それと、総合4位よし行きましょうかとか言って、総合4位の方もどうぞ。総合4位の方言わずとも本人分かっております。ゼッケン、20番、佐藤誠也さんですかね。お願いします。総合第4位の選手にエスニカンをお願いします。本日スリックタイヤ初めて、この会場にて使うということで、おめでとうございます。総合1、2、3位の優勝者でございました。おめでとうございます。
それでは A1 クラスに行きたいと思います。 A1 クラス第1位本田哲也選手、ゼッケン14番フキーレーシングスターレット、タイム1分37秒74、第2位、鬼塚選手、ゼッケン8番31全開シティ、1分38秒95、台の方へお願いいたします。第3位、松延藤雄選手、ゼッケン9番コックピット立石スターレット、1分40秒63。そして第4位、福岡安尾選手、ゼッケン10番鈴木カルタス福岡、タイム1分41秒18。第5位、牛島達郎選手、ゼッケン12番小川モータース・スターレット、タイム1分41秒78。そして第6位、山本久志選手、ゼッケン2番スターレット、タイム1分42秒34。以上、6位までの選手でございます。表彰台の方へお願いいたします。第1位の本田選手でございます。第2位、鬼塚選手、第3位松延藤雄選手、第4位福岡選手、第5位牛島選手、第6位山本久志選手でございます。レースクイーンの方からお願いいたします。レースクイーンよりトロフィーが行きます。第一の本田選手でおめでとうございます。拍手お願いします。拍手お願いいたします。それと第1位の選手にタイヤを4本タイヤを4本出ております。一番左側のタイヤ上げてください。一番左側のタイヤ、川岸君、ちょっと掛けてして。1本でいい？1本全部3本使えんやろ。4本上げてください。おめでとうございます。そして S2 巻を各選手にお願いします。6位までの入賞選手に S2 巻をお願いします。そして第2位の選手に、東洋タイヤゴムよりトレーナーをお願いいたします。第3位の選手にこれからも梅雨時ということで傘を用意しておりますパラソル開けてください。15分までトロフィー開けてください。レースクイーンの方トロフィーから先にお願いします。456の選手が省けております。A1 クラスですね。そして K の位置になるんですね。メダルは、メダル、審査委員長いらっしゃいますか。審査委員長の春永様、メダルの授与をお願いいたします。金メダル、銀メダル、銅メダルでございます。A1 クラスにおいて、素晴らしいタイムを出しました第1位の、本田哲也選手でございます。第2位鬼塚選手、第3位、松延藤雄選手でございます。456も S2 巻上げてください。そこのチップスどれでもいい。1個ずつ上げて。3位が傘、2位がトレーナー。スピットのクラミンさん、そこ商店場でちょっと手伝ってください。それとシャンペンファイトをお願いいたします。それと550cc の車で1300クラスに挑戦されました、K クラスの方のが3位まで挑戦出ております。550クラス第1位、城野俊夫選手、ゼッケン17番アドバン城野レーシングアルトワーツ、タイム1分42秒 77と、立派なタイムを出しております。城野選手お願いいたします。そして第2位、岩山佳子選手、
ゼッケン1番、アドバンアルト、自分のレーシングアルトはタイム1分47秒41。あ、判定が終わりました。お分けしてください。あ、拍手お願いします。A4 クラスの入賞の各選手でございました。おめでとうございます。写真撮影終わりましたかね。行きました。どうもおめでとうございました。どうも。そして550クラス、第1位寮野俊夫選手、第2位、岩山芳子選手、第3位岡住和夫選手、表彰台の方へお願いいたします。550cc の車で1300クラスに果敢にも挑戦したと、立派なタイムを出して、550クラスの方、城野選手、城野選手、岩山選手、岡住選手、表彰台の上、城野選手は代理ですか。代理は認められません。まあいいでしょう。それじゃあカップをお願いします。それとかしこつ、それにもう一つ警戒クラスの山下選手、550にもかかわらずターボもチャージャーも何もついてないと、そういう車で挑戦して頑張っていただきました。山下選手いらっしゃいますか。お願いします。拍手お願いします。あれだったなさっきの A1 クラスのね1位の方、本田選手、はい、アドバイよりウィナーキャップ、本田選手すいません失礼いたしました。横浜ゴミよりウィナーズキャップが出ております。あげてください一つ。山下選手、どう前行ってください。あれあげて、それあんた足元のやつ、これですか、はい、それと別にか、550cc にかかわらずそれもターボも何もついてなかったと、そういうので挑戦していただきました山下選手が、以上が 550cc クラスの選手でございました。おめでとうございます。そして A2 クラスに移りたいと思います。 A2 クラス第1位ゼッケン42番森川博選手、立石タイヤシビック、タイム1分33秒75、立派なタイム、デイクラスも、デイクラスの方にも迫ろうかという立派なタイムを出しました、森川博選手、立石タイヤシビック、どうぞ拍手お願いします。そして第2位ゼッケン32番長野英二選手、富貴レーシング MR2、タイム1分36秒17と、おめでとうございます。第3位ゼッケン38番篠田智明選手、カローラレビン1分37秒91、第3位の選手、第4位、そして第4位は、ゼッケン39番森崎勝彦選手、シビック SI タイム1分38秒02、そして第5位、第5位はゼッケン53番本田博美選手、トータルトレのスーパーチャージャータイム1分38秒34、そして第6位ゼッケン54番、山口久弘選手 AE86 トレのタイム1分39秒84、第7位、ゼッケン33番中村亮太選手 RS 北九 MR2 タイム1分39秒01、そして第8位、ゼッケン44番山下正春選手、活発横尾シビック SI タイム1分39秒20、そして、第9位、35番松岡博之選手、スプリンタートレノタイム1分39秒、29、お、どうタイムやった、29、10位、第10位、ゼッケン51番原俊平選手、宮崎から来たよ86第4巻、ご苦労様でした。
で原俊平選手には遠来賞としてスピリットレーシングチームより金一封とそれをお願いします、はい、帰りの帰りに飯でも食ってください、それと、まあ、遠くから試験また越してジャンプしてきてもらったということで努力賞高速台を使ったように原選手お願いします。これあげてください。全世界の方、第1位の森川選手へトロフィー、第1位、第2位、第3位、C5、6、7、8、9、10の選手 に、トロフィーが授与されます。そしてタイヤ、第1位の選手のタイヤ、鍵志君タイヤどっち、これでインテックでいい、インテック、インテック、うん、それだけで。そして入賞の各選手、トロフィー上げてください、順次上げてください。まか俺は鍵志君、はい、全員に歌詞を一つずつ全部つけてください。小崎さんあげるけど、それと横浜ゴムよりウィナーキャップを第1位の森川選手お願いします。第1位の選手にウィナーズキャップ、歌詞どれ、マドバンキャップ、歌詞どれでもいい。勝負さん帽子あげて、キャップ第1位の選手に、はい、1位だけよ帽子は。そして第2位の選手に東洋ゴムタイヤよりトレーナーです。第3位の選手にパラソル、そして、本日 のレディス部門で、ベストタイムを出されましたゼッケン52番横尾久弥選手に、横尾タイヤトヨタカローラ GX、1分46秒52、C56 歌詞ある、レディス賞、歌詞 C56 あるある、全部あげて、いや10位まで上げてください。レディス賞に輝きました横尾選手をお願いいたします。おめでとうございます。本日レディスベストタイムを出しました横尾選手でございます。横尾選手レディス賞ですね、レディス賞。あ、横尾さんこっちに並んでください、よ こっち側にちょっと遠くなる。それとレディス賞に歌詞をつけてリスクラッカー、リスクラッカー、リスクラッカー、おめでとうございます。レディス賞の横尾様でございます。それシャンペンファイト、第1位森川選手、第2位長野選手、第3位、篠田選手、シャンペンファイトをお願いいたします。A2 クラスの10位までの入賞者の面々と、レディス部門の、レディス部門に輝きました横尾様でございます。シャンペンファイトの方思い切りお願いいたします。カメラマンいいですか。A2 クラス、激戦区の A2 クラスを制しました、森川選手でございます。お願いします。おめでとうございます。拍手をお願いいたします。温かい拍手をお願いいたします。おめでとうございます。今日はちょっと瓶が大きいけど随分出るでしょう。しっかり出してください。以上 A2 クラスの選手の表彰式でございました。おめでとうございます。続きまして、D クラスの表彰式に移りたいと思います。D クラス、第1位ゼッケン19番杉秀隆選手、スキーレーシングサニー、タイム1分27秒52、第2位、ゼッケン7番阿部隆選手、スキーレーシングサニー、タイム1分30秒28、第3位、ゼッケン6番山口誠選手、スキーレーシングサニー、1分30秒31、第4位、ゼッケン20番佐藤誠也選手、スキーレーシングスターレット、タイム1分30秒79、第5位、
ゼッケン10番梶島圭一選手 RS 北九ダット 3R 1分39秒87失礼しました1分30秒84そして第6位ゼッケン17番末澤博隆選手富士レーシング3人タイム1分30秒89このクラスはあのフキレーシングはほぼ総なめにして帰るとそういう感じでございます拍手をお願いいたします D クラスの1、2、3、4、5、6人の選手でございます豪快な D クラスでございますアドバンキャップ上げてくださいウィナー1、横浜ターミッチタイヤよりアドバンキャップでございますそして第2位の選手に東洋、タイヤよりあれトレーナーうん、取れな。うん、それ。それと、サインがパラソル。ちょっと、お菓子も電波あるんです。どれでもいい、どれでもいい。すごい。おめでとうございます。Dクラスの入賞者の面々でございます。それとタイヤ、第1位にタイヤ4本、東洋タイヤ提供の、商店でございますタイヤ4本で引っ張るタイヤでございます第1位タイヤお菓子もあげてはよ1、2、3、4、5、6、それと私ドライモンさんが2本でドラえもん。あ、さんがドラえもんですね。はい。ドラえもん。あれ高橋は。皆さん、先着、早物がして1点ずつ。